原浅溝公園で先月18日からアジサイフェアが開かれています。アジサイは相模原市の花。管理事務所のホールには49種類208もの鉢植えが展示され、中には学アジサイ花火や黒姫アジサイ、レディーヨシエなど普段ではなかなか見ることができない珍しいアジサイも並んでいます。6月19日には多目的室でアジサイ栽培の第一人者山本武臣さんによる園芸講座も開かれ、参加者はアジサイの魅力についての山本さんの話に熱心に耳を傾けていました。一方、お隣の県立相模原公園では水無月園のオープンを記念して6月18、19日の2日間菖蒲祭りも開催され、142品種5万1000株の花菖蒲がたくさんの人の目を楽しませてくれました。また園内では俳句大会や野立なども行われ、あいにくの雨模様のお天気にもかかわらず訪れた人々にお手前が披露されました。相模原浅溝公園のアジサイフェアは今月10日まで、期間中にはさまざまな催しが行われる予定です。皆さんおはようございます。私は相模大野の相模原市役所南合同庁舎駐車場で行われています相模原市民朝市の会場にやってきています。今朝7時をちょっと回ったところで、日曜日の朝、しかもあいにくの雨にもかかわらず、もうすでにたくさんのお客さんが来られているようですね。今日は新鮮で安いと大評判のこの市民朝市をレポートしたいと思います。この相模原市民朝市は第1、第3日曜日はここ相模大野の市南合同庁舎駐車場で、そして第2、第4日曜日は相模原市中央の市役所第2駐車場で、今の季節だったら朝7時から8時まで行われています。ご覧ください、この泥のついた大根、玉ねぎ、じゃがいも、そしてずっとこっちに行きますと、このキャベツなんかはですね、今日の朝4時半に採れたばっかりのものなんですね。どの野菜もこの地元相模原で採れたての新鮮な農産物ばっかりなんですね。他にも手作りの漬物や花、産みたての卵や焼きたてパンなど、毎回10店以上のお店が並んでいます。でこっちはあの若い時は海出しのもの、小さいんですね、小さい。で、あの殻もしっかりしてるし、中身もすごくあの濃いっていうか、しっかりしてる。それではここで、この市民朝市の運営協議会会長でいらっしゃいます小林義信さんにお話を伺っていきたいと思います。小林さん、まあちょっと雨になってしまいましたね。いや、雨、あいにくの雨なんですけどね、普段は市民の方がね、ごった返すんでね。だけどこの雨だとね、なかなか早起きて来てもらえないですけどね、どうもこの南部はね、雨に縁があるんですよそもそもこの市民朝市始められたのはどうしてですか？これはやっぱりあの生産者がね、市民の触れ合いの中であの流通の経費をできるだけ省いてね、直接地元の野菜を見直してもらって食べてもらおうということでね、あの始めたんですけれども、そしたらなかなか食べた人がね、
その日に収穫したものとか、あるいはその日の前の日の夕方ですからね、昔食べた野菜の本物の味がするということで好評なんですよね。開始と同時にどのお店も多くのお客さんたちで大にぎわい。いつもの玉ねぎよりちょっとちっちゃいですね。これそんな中に市内上溝で農業を営む佐藤さん親子の姿もありました。佐藤さんのお宅はこの市民朝市に2年前の第1回目から参加しています。朝市の前日、佐藤さんの畑では朝市に出す野菜の取り入れが行われていました。さんのお宅は全てが露地栽培なので、季節の野菜は旬の時期にしかできません。少しでも新鮮な野菜を皆さんに食べてもらいたいと、取り入れは出荷ギリギリに行っているといいます。そうですね、やはり朝市に出す場合はどうしても新鮮なものを食べていただきたいというのがございますので、鮮度に絡むような、例えばキュウリとかですね、それからもうしばらくしたらできると思うんですけど、トウモロコシ、そういうものを、ナスとかですね、そういうものについてはやはり店に並べる前のまでの時間を極力短くしようということで気をつけてますね。で、特にトウモロコシなんかにつきましては、やっぱり朝採りという形で朝早くですね起きまして、その日の採りたてのものをですね、まあ、食べていただきたいということで、非常にそれで喜んでいただいてますね。はい。取り入れが済むと早速袋詰めが始まりました。野菜についている土などは洗い落としたりはせず、自然のままに袋詰めされます。お客さんは、うちの子供は、野菜嫌いだったんだけど、朝市の食べたら好きになったのがいいことを言われるとね、嬉しいですよね。そうですね、やはり直接ねお客さんに買っていただけると、まあ味方がいれば直接評価をいただけるっていうんですか。で、先ほど父が申しましたように、お宅の食べたら美味しかったよと言っていただけるのがやはり非常に嬉しいですよね。やっぱり父や母もそういうことでやっぱりやっててよかったなという感じになるのかと思いますね。当日午前6時半、野菜を積んだ佐藤さんのトラックが会場の市南合同庁舎にやってきました。せーの、はい、早速準備が始まります。この日は朝からあいにくの雨、大切な野菜が雨に濡れないようにテントを張り、ワゴンに野菜が並べられていきます。標準値段で申し上げますから、じゃあじゃがいもからいきますね。1キロ入りが100円から150円、人参が、袋の100円から130円。準備が終わると会長の小林さんを中心に今日の値段が決められていきます。株が80円から100円、ごぼうが袋の200円、里芋があるかどうかわかんないけど、袋の100円から200円、あとは品物吟味して、はい、値の方ね、これはお願いします。500、はい、150、これ150円。朝市は7時の開始とともに大勢のお客さんでにぎわっていました。やはり生産者から直接買えるということが消費者にとって大きな安心につながっているようです。まあ随分買われましたね。はい、3袋そうですね、はい、重いんじゃありません、すぐそこに車がありますから。はい、今日は何を買われたんですか。いろいろ。いつも来られるんですか。はい、安いし新鮮なんでたくさん買っておこうと思って。雨でも
はい、やってないかなと思ったんですけど、一応まあ来てみようと思って。これスーパーなんかよりはいいですか？なんか薬がかかってないと思ったらやっぱりいいかなと思って。スーパーだったらどこで誰が作ってるかわからないので、何を食べてるかわからないので、ここだったらちゃんとお店の人の顔もわかりますから、それで来ました。はい、今日は何を作られるんですか？いや、まだ決まってないんです。1000円ですね。はい、はい、ありがとうございます。佐藤さんのお店も常連さんで賑わっていました。あ、おはようございます。ずいぶん変われましたね、いつも来られてるんですか？そうですね。これは今日はどのお野菜を使ってなんか朝食を召し上がられるんですか？そう、日曜日の朝はね、だいたい軽くなんですけどもね、でそうするとチャーハンとかね、じゃあ玉ねぎとか使って。そうですね。じゃあちょっと私もお邪魔させていただいてもよろしいですか？どうぞ。じゃあちょっとじゃあお伺いさせていただきます。わかりました。三浦さんご夫妻もこの市民朝市の常連さん。朝市が開かれる日曜日は早起きをして新鮮な野菜を買いに行くんだそうです。あ、すいません、朝から作っていただいて。はい、あ、できましたね、美味しそう。すいません、ご主人も手伝っていただいたんです。ちょっとだけ。あ、いや、ありがとうございます。じゃあいただいてもよろしいですか？はい、どうぞ召し上がって。じゃあいただきます。まあ、これさっき買われた野菜。そうですね、そうですね。このきゅうりも今朝買ってきた、ね、あそこで取ったやつ。ちょっといただいてみましょう。あ、すごいパリパリしてる全然違いますね。ね、大人もパリパリってますね。へー、あー、でもこれなんか卵もすごく黄色が、ね、鮮やかですけど、やっぱり卵も違います。卵屋さんもね、一軒出てましてね、うん、いつもそこで買うんですよ。あ、たくさん入っててね、ね、安いですね。じゃあもうあそこに虜になってるっていう感じですか？ね、朝ちょっと辛いんですけどね。そうですね。せっかくの日曜日だから遅くまで寝たい気もするんですけどね、何度か頑張って食い意地が張ってるものですから。でも早起きするだけのものはありますよね。ありますね。一日長くね、使えるしね。そうですね。市民朝市の会場では、この日がちょうど父の日ということもあって、じゃんけん大会によるプレゼントも行われていました。じゃんけんぽい。どうぞ。おめでとうございます。はい、じゃんけんぽい。はい、おめでとうございます。皆さん、いかがでしたでしょうか。この相模原市民朝市、新鮮な農産物が直接生産者から、しかも安く買えるということで、なかなか好評のようです。私も思わずたくさん買っちゃいましたけれどもね。皆さんも日曜日の朝ちょっと早起きをして、この朝市に来てみてはいかがでしょうか。早起きは3問の得ですよ。